和光寺は、大阪市西区北堀江にある浄土宗の寺院。二層が住職を務める。摂津国八十八箇所第三番札所。阿弥陀池の通称で知られ、大阪市の南北幹線道路の一つで、ある阿弥陀池筋の名称は、当寺院に由来する。この地にある、阿弥陀寺は、後に、品の国前光寺の本尊となる、阿弥陀如来像が捨てられ、 また引き上げられた場所として有名であり、江戸時代の初期には念仏修行者の少女が建てられていた。そこに、元禄十一年堀江新地の開発に合わせて、里自然商人が、善光寺の本尊が出現した霊地として新たに、寺院を建立、解散である、里自然から陰号を取って、蓮池山里自然院はこうでらと称した。江戸幕府の命令で、境内地は1 8 0坪とし、 また、英代寺地と定められた。そして、善光寺から全長約45センチメートルの、近藤製阿弥陀仏像を迎え、元禄十二年に本尊として祀った。迎えられた、阿弥陀仏というのは、善光寺の本尊である、和光三尊の善光寺式阿弥陀三尊を、上級三年に、常連商人に、お告げが下り、同年五月に模して制作されたものである。 後輩には七仏役師がついており、元等二世のご利益があるとされるものである。佐藤禅商人は大和国郡山藩の柳沢氏の出身で、信濃国禅皇寺大本願第百十三世の光連社新与佐藤禅商人である。教法十二年七月二十一日に没した。江戸時代には、本堂、方光閣、観音堂、不問堂、愛禅堂、 薬師堂、真っ光地蔵、円魔堂、地蔵堂、コンピラゴンメン、コ地蔵、小動があった。周辺で三景人を目当てとした色は茶屋と称する47軒の茶屋が優勝として、飽きないを行っていたほか、境内にも浄瑠璃の席、公爵の寄せカ軽ワざ等の見せ物や物売りの店が並び、特に富くじと植木市が有名であった。 1945年3月14日、米軍による第一回大阪大空襲で本堂、書堂などが消失した。戦後の復興計画により境内地が削られたが、1947年には仮本堂を建立。方向角も再建された。1953年には栗が完成。1961年6月15日。 本堂の落景法要が営まれた。本堂は鉄筋コンクリート建て、一階は会合など集会に使用できるようになっている。何は百景、阿弥陀地、吉滝境内に阿弥陀池がある。堀江新地の開発以来、和光寺の東西一帯は、阿弥陀地に由来した、老池通という町名となり、明治の一時期を除いて1978年に、 現在の町名に変更されるまで存在した。池の中央には方向角という宝刀がある。情報落語の演目の舞台にもなっている。長野県の善光寺本尊である、和光三尊の善光寺式阿弥陀三尊は、金明天皇十三年、くだら国より仏教伝来と共に伝わった、日本最古の仏像とされている。仏教伝来以降、数仏、 廃物の論争が続く中、廃物派の者のべしにより南馬の堀江に捨てられた。信濃国国士、本田義光が南馬の堀江に捨てられた阿弥陀如来をこの池より救った。このことからこの池が阿弥陀地と言われるようになった。後に池から救い出された阿弥陀如来は信濃国稲郡の赤尾見里に祀ったが、光玉天皇元年に現在の善光寺のある、 長野市元吉町に移した。境内に、布施阿蘇、敵の検証費がある。1967年11月に、日本医師学会、日本生理学会が発起、日本医師会が参助し、実験生理の祖布施阿蘇、敵の石踏みが建てられた。布施阿蘇、敵の墓が失われたため、境内に検証費が建てられた。布施阿蘇敵は、河内国丹南郡西村に生まれ、 14歳の時に、泉国泉郡万町村の旧家不死屋市の分家に養子となった。漢方医学を学んで、大阪に移り開業したが、西洋医学を学び、生理学上の動物実験を何度も行い、オランダ話を表した。人臓に墨汁を注入した実験で、人は小便の腰役であることを発表したが、この業績は、西洋の医学界より、かなり早い発見であった。 文化八年に没した。その各区比、阿弥陀池のほとりの北流大明神を祀った祠の近くに宝井企画の石踏みがある。碑文は以下である。かなりと花に五階の桜から進む企画をこの句の意味は、五階とは、在家の人が守る摂生、中東、邪院、猛語、飲酒の五つの近海を言い、桜の花を織り盗むのは五階に引っかかるが、 それほど桜の花が美しいのもあだであるなはまた、この石踏みが建てられたのは、開江6年、企画没後146年である。ハリセ大阪府立盲学校創始者、昭和12年没説法上手で多くの貧窮者に、白米志向した、血相教法4年没1945年3月の大空襲でこの一帯も、衝動と化し、和光寺にも、 無数の死体が運び込まれ、そのうち引き取り手のない150人余りは墓地に埋葬された。25回期の1969年は工事増村を作って検品された。州の山、稲川などの力士、天保山沖での水難者などの墓、日清、日露戦域の中根費などがある。ありがとうございます。